お通りのお客様はお手伝いのことありますか。次は農業高校。本日も経営をご利用くださいましてありがとうございます。この車は明治学園経由国分寺駅南口行きです。お降りの方はお手伝いの降車ボタンを押して乗務員をお知らせください。次は農業高校、農業高校でございます。お降りの方は降車ボタンでお知らせください。歩行者、自転車などの飛び出しによる事故防止のためやむを得ず急ブレーキをかけることがあります。お立ちの方はつり革、手すりに必ずおつかまりください。
次は富士塚、富士塚でございます。整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、三浦整形外科はこちらで下車、徒歩1分、東元町メディカルビル2階にございます。楽しさいっぱいの尾崎エンタープライズ、オデック国分寺店前でございます。走行中、両手でのスマートフォン操作は危険です。お立ちの方は、つり革、手すりに必ずおつかまりください。富士塚、通過します。次は東元町、東元町でございます。内科、循環器内科、消化器内科、リハビリテーション科、検診、禁煙外来の国分寺内科中央病院はこちらでお降りください。京王バスでは京都駅北口から東京ディズニーリゾートへの高速バスを毎日運行しています。行きも帰りも乗り換えらずで便利な高速バスをぜひご利用ください。詳しくは京王バスホームページをご覧ください。次は一里塚、一里塚でございます。お降りの方は降車ボタンでお知らせください。ファストとパーマは国分寺駅ビル8階美容室クリビッサをご利用ください。生活習慣病なら日本糖尿病学会糖尿病専門医の国分寺内科クリニックへ。国分寺駅北口徒歩1分です。この先カーブが続きます。お立ちの方はスリカー手すりにおつかまりください。ご乗車ありがとうございます。次は終点国分寺駅南口、国分寺駅南口でございます。夕立ち、全速でお困りの方は園ヶ谷と庭園東側平松内科までご相談ください。ベネッセグループの東京個別指導学院へはこちらよりお越しください。バス停到着前の車内転倒事故防止のためバスが停留所に完全に停車し、ドアが開いてから席をお立ちください。降りたバスのすぐ前や後ろは一
終点到着後、お客様が完全にお降りになってから車内点検を実施します。次のご乗車まで少々お待ちいただくことがありますので、お客様のご協力をお願いします。僕の住んでいるのは東京都になるので